ばんは。技あり日本の底力です。洗濯のりを固めて作ったネバネバドロドロの液体。この粘り気の強い液体をたちまち吸い出すことができる機械がある。それがこのポンプ。ネバネバを何でも吸い取る特殊ポンプ。その技とは。ポンプを製造している大阪高槻市の大道機械製造。このポンプ、接着剤やシロップ、プラスチック樹脂など幅広い分野で使われている。一般的な名称は内転歯車ポンプ。中にあるのは一組の歯車。内輪と外輪で構成されている。この歯車が回転することでネバネバの液体は吸い取られる。ここの開きですね、ここの開きで真空圧、マイナス圧を作りますので、ここに液が引っ張られます。歯車同士の噛み合いが離れるこの場所で真空が生まれ、液体が吸い込まれていくという仕組み。実験用の青い液体で見てみる。外輪と内輪は密着したまま進み、やがて両者が徐々に離れていくと、その真空部分に液体が吸い込まれる。液体は外輪の溝に入り込み、上部にある吐き出し口まで運ばれる。注射器で吸い取られるように次々と入り込む液体。これが内転歯車ポンプの構造だ。このポンプの中で大道機械製造が独自の技術で開発したのがこの内輪の歯車。名付けてタオクロイド歯型。でこの噛み合いというのは、こういう形で見られると全面的に接触しているように見えますけども、実際は一点しか接触していません。一点というのはこの部分。つまり外輪と内輪は面ではなく線で接触しているのだ。手で言うとこういう形の接触じゃなくて、こういう形の接触が連続的に一点で続いているという。歯と歯はピタリと合っているようで、実は微妙に隙間が空いている。これは摩擦を最小限に抑え、歯車の耐久性を高めるため。ここに技あり。わずかな接触面で摩擦を抑え、真空を生み出せる形状を作り出した。ちなみに液体の粘度は CP という単位で示される。水は 1CP、 この青い液体は 15000CP、 つまり水の15000倍の粘度。ここで究極のネバネバが登場。一体これは。これは継ぎ立てのお餅です。このポンプの限界、200万 CP に相当する餅。設計者の一人である鳥居さんも試みたことがないという挑戦。200万 CP もの餅が吸い出せるのか。ポンプスタート。はい、果たして結果は。しばらくすると出口から大量の餅が噴き出した。ほとんど固体の餅すらも吸い込むこの吸引力。すごい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 。まあ、設計者ながら、さらにうちの製品に自信を持ったというとこだと思います。高い技術力に支えられ、内転歯車ポンプはこの不況下でも粘り強く活躍している。